こんにちは出会い場就活チャンネルの清水ですいよいよ10月になりましたね今23卒に伝えたいことこれから10月いよいよ秋の陣10月に入ってですね秋のインターンの選考も始まってきています 大学も始まりですね学業もやらなければいけない一方で就活も、まあ、本選考にかかるとても大切な時期に差し掛かってきましたこの大切な時期にですね皆さんに意識してほしいことをお伝えして皆さんがですね無事にですね市民さん志望企業うまくいきましたってなってほしいから今日はこの動画を作っています企業のインターン選考状況と今の自分の就活状況を整理して秋にすべきことの計画を立てましょうねそして皆さんがですね いやまだねいろんな企業知らないんですよね我々スカウト型就活イベントえどんなもんなんですか実際に参加した学生さんの動画を流してます見ていただければ詳しくはここの部分を見てください さあそして本題インターンシップの接触予定時期っていうデータが2021年3月時点での23層の採用活動調査を見ていただくとなんとインターンシップの接点は8月がピークなんだけどまた10月から2月にかけて増えていくそう秋冬インターンが開始月を追うごとに増加していくこれが一つの情報そして2つ目本選考開始時期 ね、9月までは 2%10 月から8%パーどん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 3月に向けて増えてくるそういう意味で言うと本選考もいよいよ10月から本選考開始そして内定開始時期 12月から急に立ち上がってあとはドーンと増える一方そう12月から内定が開始されていくなるほどそういう意味で言うとこの10月から年内までがとても重要な時期っていうのは分かりますよねでは何すればいいですかね現時点のまでに済ましておくべき内容はねあ,あ、趣味さんしてない慌てなくていい まず現時点までに済ましておくべき内容2つ4つあった1自己分析は一旦やっとかなきゃいけないよねそして自分の就職の軸を一旦決めとくべきだうん私はこういう軸あるな2つ目夏のインターンを多少なりとも経験して厳しいんだな意外とって実感をしといてほしかったそして3つ目 ES、まあ、自己 PR ・学知化を書いて一旦は書いといてみてほしい ね、一度も書いてないよりも一回書いてみたんですそして何か先行で使って落ちたりしたらいろんな経験があればそれがもうさらにやらく出すそして面接も一回ぐらい経験しておいたらよかったね、まあ、これが本来はしとけべくべき内容であったでも気にしなくていいですよこれからやるべきことで一番重要なことは何かとまず就職の軸の確定をしなければいけない例年就職の軸がですね見失う方が出るんです一回は決めたんですよ清水さんでね間違いないなと思ってね3月ぐらいに。 いやなんか違うんじゃないかと思い始めて「おいおい3月ぐらいから迷い始めて大丈夫なの?」そう「例年就職の軸を見直しし学生生さんが多数これから発生しますなぜなのか」「なりたい自分にフォーカスしすぎこないだも私は講座でやったんですよ」そして私の作った自己分析の仕方でやってであなたって過去の経験から言うとこういうところが意外と向いてるね清水さん私がね自己分析した結果と全然違うんですけどどうしましょう ほらなりたい自分にフォーカスしすぎてるからなの現実の自分が過去にやってきたことを見てないよねこの問題そして2つ目憧れれ知名度なのに縛られすぎてませんそうそこに引っ張られてるよねそして安定性ライフワークが必要だないや今コロナだ厳しいから安定やっぱりライフワーク重要だよね その世間体ににとわれすぎて自分が本当に大切して就職の軸の確定の中でもう一度自己分析をしないといけないこれからやるべきことの中で重要なのはもう一回やりなさい出会い場社長が教える自己分析講座参加してみてこれがいいと思いますそして二つ目憧れ知名度安定性ライフワークバランスなどを一回捨てて本当は自分ってどんなことが大切なのこれを見直してほしいんだよね。 憧れとかかばっかで考えないそして3つ目多くの企業に会うと就職の軸がね固まってくるいろんな企業に接点を持ち自分の軸と照らし合わせながら年内に確固たるものにするこれが重要なんだねそして次は早期選考対策これから選考が始まりますそりゃそうだよねインターン出た何の準備もしないで出て行って俺インターン合格試合見しちゃいましたよ清水さんでじゃあテストねえ準備してませんおいおい 例年筆記試験対策は後手に回って。だって3月のでよかったですよね。何を言ってんのと。今はどんどん早期選考でテストするの。だから昔みたいに遅くにやればいいなんてことはないの。そういう意味で言うと、筆記で落ちる学生さん続発。だからやっといて。SPI3 と玉手箱は必須,必須。必ずやって。そして IT 系は、ね、ギャップ。これだから IT に向いてるか向いてないかってやつのテストがあるんです。それやっといてください。これ必須ですよ。 そして早期先行対策でやるべきこと毎年ね弱いエピソードを放置して文章テクニックと面接テクニックで突破しようという計り学生がいます,激震します僕は ES 読んでますからねこのエピソードで勝負したら勝てないよとだってさどんなことを一生懸命あなたがやってきたってことでこの内容でいいのあなたのエピソード大丈夫ですかと最後はね エピソードっていう何かあなたが真剣にやったことは何その真剣にやったことの中でこの人の性質を見抜こうとしてるんだからやったことが陳腐だったら落っこっちゃうよさあもう一回見直してねそしてあなたのイエスのテーマはどこにあるのここにある4現象僕らねよく講座でも YouTube でも話してるテーマよくある話独自性のある話取り組み内容よくある内容独自性のある取り組みよくある話のよくある取り組み落ちますからこれは100%落ちますいいですか よくある話でも独自性のある取り組みをしてないといけないの。新さんね、俺海外留学だから安心です。海外留学したいもねあ、内容がね、こんなのよくある内容だって言ったらね、俺はいいとは思わない。そういう意味で言うと、独自性のあるテーマでも独自性のある取り組みに引き上げなきゃいけない。そういう意味で言うと、そこまでは持ってかなければいけません。ここれからやるべきことと強いエエピソードをもにした、ES 深掘り面接対策そのためにはエピソードをチェック弱いエピソードしかない場合今から何かに挑戦をした方がいいまだ3ヶ月ありますからね最後のチャンス今やらなかったらもう手遅れそしてエピソードをきちんと棚卸ししといてくださいいつ今だから間に合う年明けてもう一回エピソードを作り直しできないですからね今からやっときなさい最後の僕のお願いそして今から就活する方もいると思うけど周りに流されてやみくもに動かすことじゃなく自分が必要な先行対策をきちんとやらなさい 今回の動画役になったら審査に頑張ります。高評価お願いします。そしてこれから就活で不安なことがあればコメントも教えてください。それを参考にしながら我々また動画を作ったり、生配信のところもありますから、ご相談に乗りますからよろしくね。毎週火曜日はね皆さんので質問に答えてます。そこにも参加いただければと思います。そして我々は3つの方法で皆さんを支援してます就活対策講座。さっきをご説明したようなですね自己分析講座もやってます。 プロ,フスカートプロフィールを買っていろんな企業からスカウトをもらおうそして出会いの場に積極的に出てグループディスカッション対策をしながらいろんな企業に出会おう詳細応募は概要欄からお願いししますそれではよろしくお願いします。